いや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 、超巨大な。オッケー、外れてないな。これどうしようか。とりあえずスタッフさん呼んでみましょうか。優しいスタッフさん呼ぼうかな。どのスタッフさんないかな。優しいスタッフさんを呼ぶとね、もしかしたらワンチャンゲット判定いただけるんで、ちょっと探してきます。はい、というわけでね、本日もね、3000企画やっていこうかと思います。とりあえずね、3000ですね、手動かしていきます。はい、でね、今日はなぜここから始まったかというとね、ちょっとこのポチタね、気になったんですよ。まあもちろんね、この持ち手なんですね。とりあえず1000円ですね。はい、それで3000動かしていきます。という感じでね、今日はまあ正直プレイ終わっております。はい、これが私が今日ゲットした景品ですね。最後にね、ちょっとね、やっぱりこのね、このノン編集動画っていうので、ね、作ろうかなと思って今頑張っております。はい、ちょっとね、持てませんが、これいっぱい全部ポケットに入れます。財布に入れたりはしないです。はい、というわけでね、もう本日こういう感じになっております。で、ただこのポチタに関しては少ししかプレイしてないんですよね。なのでそんなに設定は正直わからないです。とりあえずやっていきます。でね、これ奥が当たりそうなんですけど、欲しいですね。これね、ノコギリ当たるんですけど、おあ、当たるだけで俺つけへんか。というわけでこの持ち手ね、見てください。この持ち手があるんでね、大きいちっちゃい関係なしにとりあえず狙っていきます。まあ、あとはここでどのぐらい引っ張ってくるかですね。なんか、あー、でも運べるけど横向いてくれたらいい感じですね。これね、縦だとね、どうしてもこの引っかかりが浅くなってくるんで、ちょっともう変えます。早めにうっさしロックでいきます。今度は右アームを滑らせながらで、狙いとしてはね、ポチタをね、横に向けたいです。はい、横に向けるとね、持ち手がなおね、引っかけやすいんで、これでいい感じに横向いてくれた。あとはどうなるかな。あー、滑れた。あー、でもいいですね。一応今度押し、あ、タグもあるな。タグあるな。タグありますね。ちょっと見えへん、ちゃんと見えへん。どういうタグや。タグのね、形とかサイズとかがね、はっきり見えてないんで、ちょっと難しいかな。まあ、行きます。とりあえずね。あー、絡んだ。見えんかった。どうなってんだ。あー、見えないな。上から落とした方が良さそうですね。もう一回行きます。サイズは、とりあえずね、狙いとしてはね、このセガの白ラベルに落とす感じですね。セガの白ラベルに落としながら、そのまま上からつく感じで。ごめんなさい、ちょっとね、狙いがずれてたんでストップボタンを押してみました。でね、ちょっとね、他の景品でね、タグとか確認してもいいんですけども、ね、景品ぎゅうぎゅうすぎてね、ちょっとタグ見えないんですよね。なのでね、このポチタのタグがどういった形の、どういったサイズでね、どういう紙タグをね、くっつけてるかによってもね、また狙い方変わってくるんでね。はい、というわけで今度もセガの白ラベル狙っていきます。あー、やっちゃった。あー、最悪、タグなくなった。ちょっと大きいんで難しいですね。ごめんなさい。というわけでね、ちょっとタグバックを狙ってても仕方ないんで、ちょっとこの下半身振ってきます。でね、このポチタね、下半身振るっていうかね、引っ張ってこれたらね、お尻にも持ち手があるんですよ。なのでそこがね、多分ね、だいぶ攻略の決め手になるかなと思っております。これいいんじゃないですか。頭ずりずりで、この尻尾の出てきた、これ出てきましたね。で、タグも一緒に出てきましたね。タグも出てきたけど、紙ラベルは見えない。紙ラベル違うのかな。まあ、とりあえずね、タグ引っ掛けます。はい、タグね、引っ掛けてね、引っかかったらね、ゲット判定いただけるんでね。はい、ただアームサイズが大きいんでね、だいぶねじれるんで難しいですね。危ない。あれ、入ったんちゃうか。どうやろう、入ってないにも気がする。入ってる。来た。いや、超巨大な。オッケー、外れてないな。これどうしようか。とりあえずスタッフさん呼んでみましょうか。優しいスタッフさん呼ぼうかな。どのスタッフさんないかな。優しいスタッフさんを呼ぶとね、もしかしたらワンチャンゲット判定いただけるんで、ちょっと探してきます。はい、ちょっと置いてきますね。でね、どのスタッフさんがいいかですね。さて、どうしようかな。今日微妙なスタッフさんがね、いつものね、超絶優しいスタッフさんやからね、感じなんですけど、まあ、いいかな。男性に呼ぶかな。女性、一応ちょっとね、あの女性はね、結構厳しめにしてくるんで、男性をちょっと呼んでみました。はい、どうなるかですね。これもね、あのスタッフガチャって言ってですね、これ引っかかってるんですけど、はい、さてどうなるかですね。あ、タグが引っかかってるんですけど、
という感じでね、外されて終わっちゃいました。これは厳しいな。まあでもとりあえずすくい上げましょうかね。残念ながらスタッフガチャ外れました。というわけでこれをね持ち上げるのもどうなるな。大きいアームサイズのねクルリンパ難しいんですよ。しかもこれね木なんでね、ちょっと深めに持たないといけないんで、ちょっと厳しいかな。だいぶ深めに持ってみました。多分失敗するかな。さてどうだろう。これ投げてくれ、これ投げてくれ、投げてくれ、投げてくれ投げるか、そっか。運はどこ行った。運と、あれか、あーそういうことね、はいはい。ちょっとまたタグ狙います。今度またね違うスタッフさん呼ぼうと思ってます。という感じでこのね後ろ足で全く見えないんですけどね、狙っていきます。どうかな。あ、入ったっぽいや。あ、どうやろ微妙。あ、お、アームが下まで行ってるから入ってないか。ここまで行ってると入ってた。さてここでまた引っかかった。今度違うスタッフさんに見るかな。このスタッフさんかな。ちょっとね、違う、あ、ごめんなさい。今度女性の方で見ました。相手さて、ごめんなさい、大丈夫。最悪です、外れてました最悪、外れてたな。じゃあどうしよう、もう一回行きましょうか。タグがね、ああいう感じに見えてるんですよ。ちょっとだいぶ見えないんですけど、あー次は無理かな。ちょっとね、タグの向きが悪い。あ、てかアームが届かん。あとこのポチタが邪魔しますね。あーやばい、なんかどうしようかな。ちょっと予定と違うな。あ、これさすがに無理ですね、景品押しまくってるんで。ちょっとここは失敗ですね。あ、タグが出てきたんじゃないかな。あーでもね、タグかけてもねっていうところなんですよね。あー、これも無理か。無理やな。ちょっとね、景品が手前に来すぎてるんで、ちょっと刺さらなさそうなんで、ちょっと変えます。はい、こうなっちゃうとね、逆にうつ伏せになるとね、あの上の持ち手が使えないんで、できれば横になってほしいところなんですよね。やばいです、今日は久しぶりの獲得ゼロ回かもしれません。横向いてくれ。あーどうやろ、無理かなタグは？タグも全く見えない。ただ、折るのは折るんですけどね。どうしよう。まあちょっとつまみんでみましょうか、とりあえずね。できれば横向いてほしいなっていう感じなんですけど、さあどうでしょう。反応が出てくるかな。あっと、どうや、これはどうなんやろ。狙い方としてはどうしようかな。タグはあるな。タグでも狙っても無駄やからな。どうしようかな。ただどうしようかな。無理か。これも多分、これもアーム弾かれるな。あ、難しいな。どうしよう。タグ狙うか。ただタグが見えん。タグが見えんな。これはちょっと無理する。あのストップボタンでいけないんで。多分入ってないと思います。とりあえず上から落としてみたんですけど、さすが。あ、やっぱ無理か。さてどうした、困ったな。もうぼちぼち撤退しますね。これ攻略してないんですよ私。だからね、設定が全くわからなかったんでやってみたんですけど、ちょっとじゃあここ いけるかな。ここ閉まる軌道で無理かな。高さがあるんでね、ストップボタンがすぐ効かないんですよね。あーやばいな、やばいぞ。どうしよう。あ、これで届くかな。あ、これで届くかもしれないですね。あー微妙な高さがあるからボタンが効かないです。さてどうでしょう。ちょっと寝かしてくれたら嬉しいんやけどな。というわけでもう多分2500ぐらい使ってるかな。どうしようかな。とりあえずじゃあどうしようか。これでいこうか。とりあえずね寝かせます。やっぱりねこの狙い方じゃダメなんで。でね、この寝かせるならね、本当に仰向けの方がいいんですよ。あー、これね、横向いてくれないですね。難しいな。どうにかして、なんか運よく横向いてほしいんですけど。横向いてくれな。
とりあえずちょっと真ん中持ってね、若干あえてずらしております。ずらしてなんか適当な反応を出してくれるならなっていう感じなんですけど、あ、これはどうだ、あ、これはいいんじゃない。これね、持ち手かけれますからね、ここ、これでとりあえずね、今連打です、ボタン連打です、ボタン連打です、ここがマックスですね、降りる。で、どうでしょう、横に倒してくれて、あ、これこれ、あ、そうだ、どう見ても無理か、どう見ても無理やな、どう見てもこれ無理っすね。あ、ミスったな、もうこの持ち手で攻略がもともと無理なんやな、はいはい、やられちゃいました、これは完全に。あ、いいか、やっちゃいましたね、楽に一旦刺してみたいな。あ、でもいや、ナームがでかすぎるんで無理やな、やっちゃいました、本当にやっちゃいました。こうなると近いように見えて全然無理ないな。あ、じゃあとりあえずちょっとつまみ寄せてみます。ほぼ真ん中持ちですね。というわけでね、今日はね、残念ながらね、スタッフガチャに外れた日でした。さあどうでしょう、いい感じ、おーっと寄せれた、寄せれたけどな、これな、寄せれたけどな、もうちょっと寄せれてるかな、もう多分2000円ぐらいいってますね。もうほぼ真ん中持ちでいきます。このサイズ感なんで、やっぱ3本で持たないとどうもならないんで、ちょっとスタッフガチャに外れてね、いつもやったらね、あのワンチャンね、あのあれでもゲット判定くれる時もあるんですけど、さすがに今日は厳しかったですね。あー、ここから動かんな、これね、奥アームとかでね、この黒い部分にぶっ刺したりできたらいいんですけど、景品がね、真ん中にいすぎてね、させないんですよね、うん、こんな感じで、ちょっとさせないんですよね。よし、まあ無理くり回して終わりましょう。やっちゃいました。というわけでね、こういう感じでね、あのちょ程よい設定になるとね、埋まっちゃうことも全然あります。あー、やっぱそっか、そうなるよね。というわけで、今までどれか2000円かかったか、そうですね、2000円ぐらい、残念ながら失敗です、ゲットできなかったな。というわけで、今日のね、狙いとしてはね、オールソリエンスを狙っていたんですが、ちょっと今プレイしてるみたいなので、ちょっと開くのを待ちます。というかで、ちょっとブラッとしましょうか。さて、どうしようかな。ちょっとね、今スタッフさんがポチタ戻してくれたんで、もう一回決めましょうか。もう一度ちょっとここの持ち手に引っ掛けてみます。もしかしたらこれで3000終わるかもしれないんですけど、まあ行きましょうか。とりあえずしっかりぶっ刺して引っ掛けてみます。さてどうでしょうかね、まあ、ここでね、攻略できるぐらいはあったので、さすがに、まあここまでなんですよね、結局は。ここまでやから、ここでロックいきましょうか。右アームでね、右アームでロックかけて、なんか遅延が起こるのを祈りましょう。というわけでこれ、右アームが全て奥まで行って、さあどうでしょう、これいいんじゃないですか、ちょっと面白そうですね。さて、ここからロックかかって回ってきて、ここから来た来た来た、うおー、惜しい。ただでも、どうなんやこれ、どうしよう、これどうしようかな。あと600円、700円ぐらい。ソウルオリエンス開いたな。ただ単純に、ね、持ち手がね、こっちになってるんですよね。こっち側に持ち手があるとね、引っ掛けやすいんですけど。というわけで、じゃあここ行きましょうか。あー、ここがいいかな。まあまあ、とりあえず失敗したとしてもね、一回はこう引っ掛けれるんで、引っ掛けましょう、一回。とりあえずね。一応理想の形にはなってるんで。で、ここで、さすがにね、運ぶとは思えないんですけど。あー、やっぱそれな。というわけで、やっぱこの持ち手が厳しそうですね。完全に今日はね、ちょっとはめられちゃいましたね。ちっちゃいほどね、ポチだったらね、持ち手でも攻略できたんでね、はい、って感じでね、残念ながら今2500円ぐらい。で、ここでね、ギリギリ頭をキープして横になってくれれば、来た。あー、これで、コロンか。そっか、やめましょうか。というわけで、ごめんなさい、ね、ソウルオーレンスが開いたんで、そっち行きます。なんでね、全然あのうまくいかないことは山盛りですから。というわけで、ちょっとこっちのソウルオーレンス。というわけで、これね、あの奥のね、馬さんおるでしょ。あれ、ただね、シールドがね、立ってるんで、あのディスプレイゲットできないんですよね。あれね、本当にね、
あのちょうどいい感じでハマるんですけどね。という感じでちょっと場所的に場所が悪いんだ。どうしよう、タグかけてみようか。せっかくなんでね、紙タグでもかけましょう。あんま関係ない場所なんで。うん、一応多分かかってますね。さあどうでしょう。あー抜けちゃった。この形ちょっと微妙ですね。どちらかとね言うとやっぱ横向けたいんでね。まあとりあえず真ん中持って何か起こるの。起こり待ちしましょうか。何か起こりますね。とりあえず真ん中持って。どうでしょう。これはなんか倒落させそうかな。無理か、無理やな、無理やな、無理ですね。うん、無理かな、無理か、無理やな。よしというか、あこのね紙タグ今行こうと思ったんですけどね、奥の馬がめちゃくちゃ邪魔しますね。というわけでもう一回これ刺さるかな、刺さって終わりか。ちょっとね、あいい感じいい感じ、アーム入ってきました。これちょっとおもろいぞ。ちょっとおもろいんじゃないか。これ来た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 。あーそっちか。あーでもいいっすね。これね可動域もあって、あのサイズもあるんで、ね、倒落させるんですよね。なので、どこの倒落行こう。奥アームでしか無理か。奥アームでどこ刺そうか。させないな。向き的に一番無理の向きやった。そんなことある、そんなことあんの。まあ、一応狙ってみます。あー抜けちゃった。もはや奥のやつに刺さっちゃいますよ。うわーもったいないもったいないもったいない。せっかくねあの向こうのね大馬さんが邪魔してくれてるんで。うわ、どうしようかな。これね右左アームが倒落引っ掛けれたらよかったんで届かないんで、ちょっと頭持ちでいきます。多分もしかしたらバックドロップするかな後ろに。あーそんな感じか。あどうでしょう、紙タグ、あごめんなさい3でなくなっちゃいました。こっちだでねだいぶ座れちゃったんで。というわけでね、私のいつもの恒例延長戦いきます。はい、というわけでね、あの設定だとね、まあ、1000円ぐらいで攻略できるかなと思ってるんで、とりあえず1000円でいきます。はい、いい感じでね、こっちだ埋まっちゃいましたね。悔しいな。というわけでちょっとソウルオーレイス今500円ぐらいかな。というわけでこれです、私のこんな感じです。というわけで行きます。ちょっと場所が悪いな。どうしようかな。下半身を振って倒落にはさせないから腹折り、ここら辺行こうか。この、腹折りを引っ掛けながら滑らせながら、入った入った、浅いけど入ったぞ。浅いけど入った、意味がなかった。意味がなかったね。もう一回行こうか。もう一回行ってみます。一回滑らせながら、あ、いいんだな、入ってた、奥まで入った、奥まで、さて引っ張り上げてこい、引っ張り上げてこい。あーっと来たー、来ました、来た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 。さてどうしよう。一旦ちょっと下半身のノリが浅いんで、腹帯は無理か。とりあえずね寄せて振っていきます。下半身、とりあえず下半身を寄せて寄って、おいい感じ、感じ、完璧完璧、最高。というわけでいきましょう。これで今日もねちょっとねあれで押しかな、押すかな、押すか、押したらいけるかな。押してみましょうか。落ちたってね沼らされたんでね、いきます。いけ、あー微妙。ちょっと微妙、向こうの馬が邪魔しちゃった。うわー戻ってきた、最悪でね。これクルリンパしたいんですけどね、手前アームがね刺さるかもしれないんですよね。うん、まあ、せっかくなんでね平行移動なしでいきましょうか。これもう一回、あーもう無理やわ、可動域的に無理かってなったら、ここ行きましょうか。できれば平行移動なしで攻めたいと思います。あ、どうだろう、手前アームが頑張ってくれれば。あ、来てきた。はい、というわけでソウルオリーズは無事に、あ、ちょっと無事に、これ、取れ、取れ、はい、届かよし、というわけで、はい、ソウルオリーズは無事に決定。はい、というわけでね、はい、これで帰ります。はい、こんな感じです、今日は。という感じでね、今日も、約
2時間半ぐらいかな。というわけでね、金曜日の夜、これで帰ろうかと思います。今日はね、意外とね、こうささっと帰れておりました。ちょっと待ってくださいね。というわけで、はい、というわけでね、お疲れ様です。ちょっとごめんなさいね、あのね、照明とかね、具合でちょっと具合があるんで、ちょっととりあえず外出ます。はい、という感じでね、疲れました。仕事の後に行ったんでね、なかなか疲れたんですが、まあ結果としてはね、なかなかゲットできてるんで、まあいいんじゃないかなという感じですね。はい、というわけで、荷物が多いんで、車も多いし、荷物が多いんで、ちょっと危ない。もうこういう感じですね。はい、こういう感じで私多いんでね、もしよかったらラウンドワンさんでね、見つけたら声かけていただければと思います。はい、ちょっとね、夜でね、ま、ほぼほぼ見えないんですけど、ごめんなさい。ちょっととりあえず車行く。あ、落ちた落ちたちょっとさすがに落ちますね。はい、おお、ま、また落ちたよな。ちょっと、はい、というわけでね、片手でちょっと押してるんでね、でごめんなさいね、ちょっと真っ暗闇でね、音声しか届いてないと思うんですけどね。はい、という感じで、はい、来ました。はい、というわけでね、ちょっと暗いんですけどね、ちょっと紹介していきましょう。こんな感じですね。まあ、ほぼ見えんかな。ごめんなさいね、ちょっと真っ暗でね。うん、ちょっとね、明るいとこね、若い子が溜まってるんで、ちょっと怖いんで離れました。マッチョビビリなんで離れました。というわけでね、本日もね、ポチタとね、ソウルオーレンスね、ノン編集動画をね、皆さんにお届けしようかと思いますんでね、ご視聴お願いします。それでは、この辺で、お疲れ様です。